はい、えー、今日はですね、えー、ちょっと予定を変更して松本山賀さんのお話をしたいと思います、えー、長いお付き合いになるかもしれませんけど最後までお付き合いしていただければ幸いですってことでよろしくお願いいたします、はい、本来は松本山賀さんのこともやるつもりはなかったんですよ正直言うとっていうのは再生されてもチャンネル登録者もらえないし、あのー、ついつい数時間前まではまあ正直なこと言うとえー、ね 年末か年始になるかわかんないけど松本山雅のサポーターを,をあの膝から崩れ落としてあの地べた這いつくばらしてやろうかなっていう悪意に満ちたあ動画を作成しようと思ってたんですよ本当にもうネタもあるしだけど下田雅弘監督続投ってなった瞬間に今この人たちどんな心理状況なのかなって考えた時に。 辛くなっっちゃったんですよ、ね、僕もねあのー、松本山鹿のいわゆる反町派の人にいち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 ずっといじめられ続けてまあ精神的には結構病みましたよ。うん、人ってやだなってだけどねなんか今俺の中でいや果たしては本当にこの人たちを、ね、今松本のサポーターを全員全員その 反町派のせいのねあおりを食らってあの連帯責任としてあの地獄に突き落とすような動画作成していいものかっていうところって、ね、すごく揺れてんですよ本当のこと言うと今俺の中ではいやーそれはよくねえのかなーとでねちょっとそもそも言うんだけど あのー、僕言ったじゃないですかそのシーズン前に、あのー「2023年松本さんが優勝したらあ僕丸坊主になり,なります、ね」もし優勝しなかった場合は「えー、っと僕にチャンネル登録者800人くれ」ってこれが公平な賭けだったかって言われたら、まあ、公平でではなかったんですよもう下田さんが監督になるって分かった時点であの優勝も昇格もないなって分かってたわけですよ。 正直言いますけど今,今だから。でこの人たちはもう1年どころか、えー、2026年から始めて、あのー、J2 昇格とーまあ優勝だよね。両方狙えるようになるわけですよ。だから2024年も25年も捨てなきゃいけないんですよ。下田さんが続投って決まった時点で。 でこれは神田社長が実は悪いいわけじゃないんです神田社長はあこれ間違ったかもしれないと思ってそのリスク回避のために、えー、要はこの下田さんとどういう契約を結んでたかっていうとおそらくだけど複数年契約結んでて、えー、違約金ですよね。違約金払いたくないからし、えーまあ、仕方なく仕方なくこの小泣き父と契約を契約というかまあ続投 をうん明言したというか明言はししててなないけどあ、まあ、容認したって形なんですよだから下田さんやめてほしいって思ってる人から取ったらすごい地獄なんだけど、あのー、金銭的な話でいうともうこれ以上支出しないために泣、えー、く泣くうん下田さんにもう一回やってもらうってことになったのかなということですよ。 だからこれ、神田社長、責めってる人いるかもしれないけど、あのー、きちんとね、リスクは回避してるわけですよ。まあ、回避してないけど、本来は。だけど、うん、これ以上の怪我をしないために、今はとにかく我慢だなっていう選択をしたんだと思います。うん、あの意外とね、神田社長ってね、バカじゃないですよ、みんなが言ってるほど。うん ちゃんんんと営業だだだっって取って取るしなんだかんだ一体でもあともう一つねこの下田さん続投の背景にあるものってね何かって考えた時にあのエプソンさんいるじゃないですか。エプソンがあのブレイブ・ウォリアーズに出資するって決めたわけですよね。でひょっとしたらだけどあの何年契約になってるか分かんないけど松本とエプソンさんの,そのスポンサー契約って。 ひょっとしたら何か言われたのかなと。うん。あもうちょっとできません出資できませんみたいなことを言われたのかなっていう気もしなくもないですよ。とにかく金銭的に苦しいからっていうのが、あの、続投の一番の理由です。うん。え、でも主力選手、遺跡で放出すれば、捻出できるんじゃないかっていうふうに。 言ってる人もいるかもしれないけどおそらくね夏場今年の夏場とえー、まあもう冬じゃないですか今もうシーズン終わるじゃないですかそこと比べた時に意外とお金がうん釣り上がらなかったっていうことなんじゃないですかむしろ自分たちが想定してたより移籍金がいや低い金額のオファーしかなかったんじゃないかなっていうふうにちょっと見ています。 主力の5選手6選手の移籍金合わせても下田監督の違約金払えないぐらいな金額にとどまったんじゃないかなってう,うんそう考えるとかなり結構きついっすよねうんで俺はそんな弱ってる人にあの、脳天からこうね 突き落とすようなあこ,うことをやっていいのかなってなった時にねいやその一線は越えちゃいけないような気もちょっとしてきてんですよね。うん、地獄を味わわせてやろうと思ったらこんな地獄がねこうリリースされたわけじゃないですか「死の下田監督続投」っていう。 これはね計り知れないですよね。俺自分が松本のサポーターだったらどれだけの絶望感味わうかっていう。しかも2025年まで、あ、5年も諦めなきゃいけないっていうこの状況きついっすよね。いや、待ってと。え、24年はやるって言ったけど25年なんか関係ないよって多分言う人もいると思うから、あえて言うけど違うんですよ。 あの作物っていうのは1年前にこうね要はこう植えて、えー、その1年後に収穫するわけですだから分かりやすく言うと松本の話で言うと七海監督の時に小松選手と榎本選手併用ではなくて小松選手をせんあの先発起用してたじゃないですかその実りを今年かみしめてるわけですよねあ作物が実ったと。 七海監督が一応まいて、えー、小松使ったことによって去年、えー、その収穫をする喜びを今松本のサポーターたちはかみしめてるわけですよ。えじゃあ今年は何種まいたのって話ですよね。ゴールキーパーの話で言えば村山さんだったでしょ神田うそに使ってればひょっとしたら実ったかもしれないけど無駄な時間を過ごさせた。 サポーターに。だけじゃないですよ。それだけじゃないですよサイドばっかり聞気取られて結局誰も育てなかった。育てなきゃいけない選手まああえて来季もうちょっと飛躍期待できるかなっていうところで言えば村越ぐらいでしょ。あと誰いや、須永だって多分あの残りたくないって多分言うと思うし。あの1月、あれ何年何年じゃねえ切れるの。1月でしょ あの違うチーム行きたいですって多分言うと思うし。うん。まあその契約がどうなってるか分かんないけど、そなた合何もないじゃないですか。だから2024年何か実り、実りをつけるも作物が松本の中で。一切ないですよ。うん。粉気じじいだね。やっぱり。してやったりですよ。 ええ、下田さんからしたらね,ねえまあちょっと下田さんに一言言って,言ってもいいですかあの下田さんあのサッカー向いてない多分、ええ、僕こんなこと言うのなんだけどあの違う違う職業あの見つけた方がいいと思う本当に根本的なことがずれてるはっきり言うけどいやこんなこと言いたくないよ大先輩に。 だけど、あのずれてる。でもねちょっとね松本のサポーターにこれだけは言いたいんだけど実はね監督ってそんななに重要じゃないのよ。皆さん気づいた去年のあのりさんから始まっい岩きの実はね監督ってそんな重要じゃないんだよね。S 級ライセンス持っていてあの、ニコニコしてればね監督って誰でも務まるんだよ うん、監督は重要じゃねえんだよ実はうんマジでマジで何だったら風間由美さんでもいいぐらいだからうんなんかああねこの1年間頑張った人間に対して1人だけ MVP セックスできますっていう刺激的な言葉したらこいつは急にやる気出しますからそれでいいんですよ いいかかにに選手をやるる気にさせるかっていうことの方が重要であってでね下田さん続投って聞いたときに俺真っ先に心配になったのがこの選手浜名なん名真央っていうのはこいつあのー、大学時代も棒に振ってるんだよねサッカー人生を松本大学に来ちゃったからまあこうそういう言い方よくないかもしれないけど もっと高校時代の恩師がね真剣になって浜名のあのー、なんて言うんだろうなうんこう将来に対して真剣に考えてくれていればこういうことにはならなかったのに、えー、などういう経緯で松本大学に来ちゃったかわからないけどあ4年間棒に振ったと。で運よく松本に拾ってもらったけどあーねっ 4年の時と今1年目がナ,ナミさんでなかなか使ってもらえなかったでようやくまあ社会人になってえよしやるぞってなった時に下田さんもう来年も俺確定じゃんと使ってもらえないのって多分思ってると思うんだよもう半分心腐りかけてると思うんだよでもね あのはっきり言うけど俺は聞くより上だと思ってるからこいつがでねこれを言うべきか言うべきじゃないかすごく迷ったんだけどナ名晩はねおそらく空間認識能力がある人よりたけてるそれは俺間違いないと思ってるそれはなんでかっていうとまあその、うん、プレイを見た時に あのー、なんかね自分と同じ匂いを感じたのね実はね俺もね人より空間認識能力が長けてんのよ。あんまり言いたくなかったんだけど瞬間的ななもののを切り取るのがねあの得意なんだよ例えば妹があの機械体操を習ってたのねそれをノートにこう何て言うの展開図に起こしたりとかあの瞬間的なものをコマ送りにしたりとかあともう一つ言うとね なんていうのまあサッカーの試合あるじゃん一度に10人なら見れる10人の動きだったら把握できる22人は無理だけどだすごい人になると22人把握できる人もいるかもしれないけどで浜名がね多分起用されてない理由っていうのが浜名があのー、試合に出るとなんか他の選手のリズムが多分狂うから出したくなかったんだと思うんでナ,ナミさんも。 下田さんもおそらくだけどろ刃の剣っていうかでまあ味方の選手もなんでこのタイミングでパス出すんだよっていうところで浜名ってパス出したりとかでもねそれはね自分に自覚がないからなんで他の人と感覚が違うっていう自覚がそうそれが空間認識能力なのハマナの場合 つまりなんでそれが分かったかって言うと俺も同族だからだよだから例えばの話もっと分かりやすい話で言うと僕フィギュアスケートも好きなんでそれもなんとなくあの構造的なものを何て言うの理解できるのよどういうことをやれば成功しやすくてどういうことをやれば失敗するかっていうのができるだからフィギュアスケートも好きなんですよ ということで、ね、塾女の皆さんもしフィギュアスケート行くことあったら僕誘ってくださいよもう大好きなんですよフィギュアスケート最近見てないんだけどなんかやっぱ久しぶりに見たいなとて思っちゃったり、えー、思わなかったりどっちでちょっとアンケート取りたいんですけどあのー、僕は松本山雅のサポーターさんを、あのー、地べたにハいつくばらせるようなもう本当に 膝から崩れ落ちるような動画を作成するべきでしょうかどうなんですかねこれだけ弱った人に対してうんあのコメントで教えてください「いややれよ!」と「松本なんかやっちゃえよ!」みたいな感じで思う人が多数いたらあなんかやってもいいんだったらやっちゃおうかなと思うし「いやおいジャムやめとけ!」とそんなのと。 結局お前の要求って何だよって言うと結局チャンネル登録者なんですよ僕の欲しいのってそれ以外は別に興味ないわけですよ正直松本さんに対してもそうだし今僕が一番夢中になってることっていうのはねっ近江アルディジャンを引っこ抜いて、えー、長野に移転させるっていうことでもう頭いっぱいなわけですよ、まあ、正直言うと松本さんに構ってる暇なんかないわけなんだけどまあなんかこういう話を聞くとねあやっぱり いよいよ J リーグも殺伐とした世界になり始めてるなっていうのはねやっぱ感じるわけですよ。うん。誰が想像したあの2014年の時とかね2018年の時よしこれからもう松本の時代来るんじゃねえかなんて思ってた人いるわけですよね。これはねなんでこうなったかっていうね理由があるんですよ。結局大きな巨木になろうとして。 あのー、それぞれの幹から枯れ始めちゃったってことですよね。急激な成長を求めてしまったがために。うん、そうでしょ、うん、でねこの急激な成長っていうのは誰が求めたかっていうとあの、ね、またこれ言うと、あのー、あそこに結びつけたいのかっていうところで反町屋の人が舌打ちしてると思うんです。 またその話かよ。って話で言うと松本がなんでこうやって転げ落ちてるかっていうとこれですよ、ええ。ズバリ言うと、ええ、松本山賀に多大な損害を与えたのは反町安春さんですよ。ええ、それがうんいつだったかっていうと2019年ですよ。レアンドロ・ペレイラの移籍金。これが全部のあ諸悪の根源。 どれぐらいかかったのか分かんないけど僕が聞いた数字だとなんかあ億15億円ぐらいかかってるって話も聞いたりとかいや10億円だとかまあ例えば、えー、年俸ね移籍金と年俸込み込みで15億でもなかなかでしょ、うん、だって松本山雅のチケット入場料収入マックスの時6億円ちょっとですよ うん、約3年間分一瞬でこの人に灰にされたんだよ反町さんに何やったかっていうと皆さんご存知の通り、ありレアンドロ・ペレーラと水本選手をトレードにしたよねこれね素人の人分かんないと思うからどういうことをやったかっていうと、あのー、分かりやすく言うとペラーリか、まあ、ポルシェでもいいんだけど あのー、まあいいかポルシェでポルシェの彼らが、えー、とどれぐらいあるのか、まうん、ど金額か分かんないけどまあ2500万円以上するのかな、まあ、3000万円もっとするちょっと分かんないけど3000万円だとと,として、ね、いいポルシェの彼らがでその3000万円の車から、えー、ハスラーハスラーに交換したってことなんだよ。 あ、なんか俺 DCT ちょっと運転できねえな、みたいな感じで、総理さんがあ。やっぱ、街乗りでこう、キビキビ動くハスラの方がいいかなって。交換する普通の人に聞くけど、ポルシェとハスラ交換するかよこの人、この、こう、そういうことは平気でやったんだよ。多分他の人たちも反対したと思うけど。うん。神田社長が悪いって言われてるけど、違う 諸悪の根源はもう一回言うけど反町さんだから、うん、このこの会社に多大な損害を与えたのは反町さん反町康治さんですよ元監督、うん、でなんでそういうね構造に構造っていうな,なんていうのあ経緯になったかっていうとねレアンドロ・ペレイラとー水本選手をトレードしたか。 もっと分かりやすく言うと、ポルシェとハスラー交換したか。その経緯を言うと、実はね、この一戦が大きかったんだよ。えっと、2019年の、えー、バンラーレ八戸戦、天皇杯。この一戦が引き金だったのよ、実は。で、相手監督はね、大石篤人さんだった。で、まあ、はっきり言うと、手玉に取られたの、ね、よ。ソリマチさんが。う、ね、ん あのそれは何でかって言うと大石さんって実は戦が抜群に上手なの俺見た中でももうそのサッカーセンスは抜群にある、うん、それを手玉に取られたもんだからもう悔しさと絶望感あもう自信を失っちゃったんだよね俺多分サッカー監督に向いてねえやっていうことに気づいていやでも自分は今監督としてやってると。 いや、なんとかごまかさなきゃいけねえと。これはまずいぞ。ってなったにソに、反町さんの頭の中で、あることがひらめいたんです。あることって何かっていうと、それが1年前、2019年の1年前の、2018年の年の時に、えっ、ー、と、前田直樹選手をね、あの、名古屋に移籍させたんですよね。で、実はこの2018年っていうのがポイントで、2018年の時に、名古屋が、 J1、えー、で、えー、かなり苦戦してたんですよ前半戦もう苦戦に苦戦を重ねて、えー、これはまた降格するんじゃないかなっていう水域までいったわけですよでその時に、えー、まあちょっとサマーブレイク期間中にえっ、ー、とあれどこだっけ柏から中谷選手とで FC 東京から丸山選手を抜いたんだよね移籍さあのしてさせたんですよ んか獲得したんですよ。中谷選手と丸山雄一選手で、えー、その後になんと名古屋が V 字回復したんですよ。ま、要は前田選手も名古屋に移籍させた。で、えー、中谷と丸山を、えー、名古屋さんが獲得して、えー、V 字回復した。これだーってソリさんバカだからソリさんバカだからね、もう一回やるよ。これだーって これでなんとかこのキューバしのぐしかねえと。ね。レアンドロ・ペレイーラー使いこなせねえし。ね。えー水、水本とトレードに出しちゃね。それで、あの、松本も V 字回復だと。もう焼けっぱちになってたんだよね。実はこの一戦以降、全部の試合。たまんないですよ。サポーターからしたら。焼けっぱちで采配されたら。 あれ、トレードしたのいつ ?8 月ぐらいでしょ多分、うん。このね、あのストーリーは全部合ってると思うよ。この思考回路的に言えば。全部この経緯は合ってると思う。で、周りも止めたんだけど、いや、大丈夫だと。名古屋のこの例があるから、多分いけるって。で、皆さんご存知の通り、ね、J1 に <laughs> 残留できなかったでしょ であやべ会社にすげえ負債を負わせちゃってるじゃん俺いやこのままあのー、続けて下手して J2 ねまあ J2 に次の年は降格するわけだが結果出なかったら俺どうなるとあなんかやべえと松本のサポーターの雰囲気だとって思って辞めたんです総よ。っていうことでいいですか 反町派の皆さんあの僕を攻撃してる皆さんつまり名古屋グランパスの,あのインスパイアがあってあこれならいけんじゃねえのかというふうに思っちゃったんだよねいけるわけねえんだけど水本獲得すりゃなんとかなるぞってアホすぎない 俺ね、この思考回路が分かった時にねいやこの人アホだなぁと信じられないくらいアホでしょ短絡的すぎるわとそれってどういうことかっていうとあのラブホテルの前であのー、なんか女性に声かけたらセックスできるかなって思うのと一緒ですよそれぐらい短絡的すぎるあそんな無理ですよ当たり前じゃないですか そ,うなんですよそれでまああのー、今に至るわけですよその負債を返していくために。でえー、っと去年でどれぐらい赤字出たっけ ?1 億5,000万以上赤字出てたと思うんですよ松本さんね。だから数字的には合ってるわけですよ。欠損金として処理してえー、まあちょっとずつ返していこうっていうところで。 あのー、なんとか下田さんで昇格狙ったはいいけどあこれ途中でねあ間違ってたかも気づいたけどもう複数年契約結んだから、まあ、せめて違約金取られないために、まあ、続投でなんとかしのごうということです、うん、いや盛り上がったね、うん、盛り上がんなかった でも分かったでしょソリマ町さんが何考えてたかっていうのはね。でね、やっぱりね、相当ショックだったんだ,だと思うんですよ。大石篤人にこう手玉に取られたのがね。もうすごいプライド傷ついたと思うんですよ。あの、慶応の人ってそうなんですよ。毛並みだけは良くて、意外と能力ねえから。傷つきやすいんですよ。ナイブちゃんなんですよ。う、ね、ん。法学部あたりだとそうだろうね。う、ね、ん。無駄にプライド高いから。 えー、ということでね、であの今年 J3 で、あのー、松本の運命を変えた試合っていうのが、えー、3試合あるんだよね。で、その3試合いっとくと、まず1つ目の試合が、えー、2023年の7月1日の、えー、ホームゲームの、えー、愛媛戦、ね、アルウィンであった。でこれは もう正直言うと、えー、村越が退場になった試合だったんだけどこれね実はこの試合の前まで実は愛媛ってかなりアップアップな状態だったんだよね。うん、で多分ね松本の中でターゲットある程度絞ってたと思うんだよね。聞くにちょっかい出して誰かが怒ってくれたらいいよねみたいな感じで。うん、でそれではめられたのが村越だった。 つまりも、も村越が怒ってなかったら、わかるよね。退場してなかったら、えー、愛媛の優勝もなかった可能性も十分ある。松本が、えっ、ー、と1、1対1で引き分けたでしょ。でも、えっ、ー、と、得点、村越が、えっ、ー、と、退場したのって前半だったよね。前半で退場したと思うね。前半の30分過ぎぐらいに。で、 えー、愛媛が後半のうんあれ十何分に点入れたでしょ<や>っていうことは結構やれてたんだよね松本15分近くはきっちりサッカーできてたってことだよそれぐらい愛媛ってうまくいってなかったん実はで、えー、と野々村選手が入れたんだっけセ,セットプレーだっけんコーナーちょっと忘れちゃったけど で入れてなんとか一 1, 1で、えー、切り抜けられたん、ね、ででんで村越がターゲットになったかっていうとねこれね理由あるんだよ実はあの開幕戦の奈良とえっ、ー、となんだっけ北九州戦お前バク転しただろバク宙なああやって あのー、サポーターに煽られて爆中なんかするやつ。バカだよ、お前。お前のや足はそんなに安くない。村越。よく聞けよ。もうその瞬間に、あの、愛媛としたらターゲット絞ってたんだよ。誰行からすればいいかっていう。うん。菊院とかにちょっかい出して。お前の短絡的な行動が、はっきり言うと、 優勝と昇格の両方の道を失わせたんだよ。ちょっと村越にきついこと言うけど、お前の足はそんなに安くないぞ。言っとくぞ、お前に。来季はお前が中心にならなきゃいけないんだから、もうサポーターに煽られてそんなことしてんじゃねえよ、お前。何で身を立ててくつもりなんだよ、お前。サッカー選手だろ。 もうやめろ、そんなこと。あ、いい頭になったじゃん。お前。う、え、ん、ー、ということです。うん。で、あれを見た、たぶん、愛媛は、ターゲットもう絞ってたんですよ、ね。アップアップだったから。とても松本に勝てるような状態のチームじゃなかったと思うんですよ。当時の愛媛は。 でねこのとどめさしたのが実はこの第20節の、えー、あの7月29日の愛媛対松本のアウェー戦ああ小松選手がもう終盤間際で勝ち越しあ勝ち越しじゃねえ、あのー、先制してもうこのまま逃げ切りだなって雰囲気あったよねであの 失点ですよ終了間際のあれはねあれは本当に絶望感しかないよ。これ村山さんに言いたいんだけどあのね一番その絶望感味わったのってあの野々村と時田なんだよね。どういう絶望感かっていうとあ,のあれだけの時間あるんだったらせめて前でシュートコース消すかまあそれが無理だったら飛び込んでくれと。 見送るのなんか絶対ダメなんだよ。絶対ダメな行為なんだよ。時間があったんだから。前に出てコース消すか、ね、あの左えぐられたでしょで、飛び込んで、右手の、右手でも左手の中指でもいいから、ちょっとかすってくれれば、ひょっとしたらボ、ゴールポストに当たって、ね、誰かがリバウンド取れてたかもしれないんですよ。 見送ったらもうその可能性もなくなっちゃうわけなんですよ。うん。あのシーンが多分松本のサポーターたちの絶望感を一層強めたと思うし、選手が、あもう今シーズンだめなんだなっていうふうにさせちゃった一戦だったと思うんですよね。とどめだった、あれが。 まあ結果は1対1だったけどまあ、勝たなきゃいけない試合だったんでねもう勝つっていうパターンに入ってた試合だと思うの、ね、よあれは本当にきつかったと思うあの時だとあの野々村選手の気持ち考えたらこれで気持ちあ俺だったらもうあの村山さんの話も聞かないしあの顔も見たくないと思いますあの見送りはさすがにないんですよ うん、自信がなかったらやっぱり監督にその村山さんの中であの申告して俺ちょっともう多分ね反応できてないですってこと言うべきだったと思うしコンディショニング的にあれは本当にきついシーンだったと思うんですよね松本のサポーターだけじゃなくて選手にとったらこれ時だと野々村だけじゃないですよ 他の選手たちに与えた影響、ああ、もう今年うちだめなんだっていう。うん、でもちろんね、その引き金になった、引き金になった試合もあったんですよね。それが4月16日の第7節の沼津戦、これ逆転負けしたんですよね。松本さん、もうここから実は始まってたんですよね。このの愛媛のあ 2試合の引き分けの序章になった、うん、そうなんですよじゃあねサポーターに何のの、ね、落ち度もないかって言ったらあるんですよ落ち度実は僕あの大宮さんの動画にも触れたけどそこそこアウェーに参戦してたでしょまあそれってね結局ね選手の首絞めてるんですよ あんたたちは応援してると思ってるかもしんないけど、うん、そのまんま跳ね返ってくるんで選手の方に J3 の世界って、うん、松本数字持ってるから松本は行かせねえとこうぜっていうサッカー団合を,を作りやすい状況下に追い込んでるんですよ実はまあそれだけじゃないですよあのさっき言った村越のシーンそこに集約されてんですよ どういうことかっていうと、ね、えー、奈良線、それから北九州線、あおって、えー、なんだっけ、アルプス一万尺やった後に、爆注させたでしょ、あおって、村、あの、村越のとこ。じゃあ、聞くけど、え、ね、あれが菊井だったら、あんたたちやらせてたのかよ。爆注。もし菊井が、あの、爆注できたとして、させねえだろ。 菊井の足はあ大切で、村越の足は大切じゃねえのかよ、お前。使い分けてんじゃねえかよ、選手によって。お前ら、しらばっくれてるけど。それだけじゃないよ。あの場面で一番重要だったのは、あの、広報の人間だよ。一番止めなきゃいけないのは、あの、ドクターと広報の人間だから。 そういういことだろ菊井は大事で村越はいいかダメじゃんお前ら違う俺の言ってること筋通ってないつまりあの範囲範囲っていうか 1>, 1対1の引き分けを招いたのってあんたたちなんだよ実はそりゃね勝てば嬉しいかもしれないけど周りだって見てんだよ常に監視されてんだよ松本なんか特に誰をターゲットにしたらいいかっていうのを戦い終わっても戦いがまだ始まってるんだよ次の戦いが あんんたたちバカなんだよ、うん、自分たちの選手の首を絞めるだけじゃなくて自分たちから勝利を手放すようなことばっかりやってるんだよ。あのねこれちょっときついこと言うけどそのスタッフのうちのね大先生うちの大先生ってあの整形外科やってんだけど友達で。 あ,あ、うちの先生,大先生はそんなことさせないよ、選手に。うちの県県は。うん。これ、ね、ドクターにも問題あったと思う。ちゃんと村越と、そういう人間関係が気づけてなかったってことだよね。うちの大先生はそんなこと絶対村越にさせないからね。試合終わった後に爆中なんか。あんな愚行させないよ。ただでさえ疲労してるんだから。 足がうん言っとくけど俺はそういう資質的にもちょっと問題あったんじゃないかなって思うスタッフの人もうんっていうことですはいでちょっとこっからあの大事な話なんです,ですけど ああ僕大宮アルディージャーを引っこ抜くつもりでいるんですよね。ちょっと松本のサポーター、特に60歳以上のおっさんサポーターに聞きたいんだけど、えー、もし長野ユースタジアムで大宮、えー、アルディージャーと、えー、対戦したいですか、うん、長野を柵に追い出して、えー、長野ユースタジアム 長野ユースタジアムで近江アルディジャと、あのー、対戦したいって、えー、思ってくれますかあの信州ダービーの時のようにのこのこ現れてくれますかって聞いてんですよ僕、うん。いや、ね、多分二通りに分かれると思うんですよ。いや関係ねえと潰す相手がいるんだったらあ潰しに行くよっていう人といやおらそういうの綺麗だなとそういう金とかなんとかっていうやつの。 思惑とかには乗っかりたくねえんだっていうわけのわかんないこだわりでえーね、長野ユースタジアムの本拠地が近江アルディジャーになった場合ホームスタジアムが、えー、長野ユースタジアムになった場合嫌な感じですかちょっとそれ知りたいんだよねいやそんなの あの大宮アルディじゃ長野なんかに移転できねえかいいやできますよ。もうカウントダウンは始まってるんですよ。大宮に与えられた時間は2年ですよ。2年で答え出せるか出せねえかの話なんですよ。出せなかったら移転できますよ。もちろんだけど。できますよ。それよりも俺気になるのは松本のおっさんサポーターの思考回路なんだよ。 これが読めない俺のカン,カンピューターでは。うん、なんかね、訳の分かんない。ああ、そういうの俺嫌いだなと。金の話ばっかりするやつとか。なんかサッカーとね、金をこうごちゃまじにしてるやつ許せねえんだっていう、ね、怒り出すおっさんいるじゃないですか、松本で。どうなんす、本当に。ちょっと聞きたいんだけど。長野から あね、長野ユースタジアムは分だった悪いやつだからそういうの俺好かねえなとかわけのわかんない思考回路でいうおじさんって多分いると思うんだよね。それがどれぐらいいるのかが知りたいんですよ。と、うん、いうことであの教えてください60歳以上のお父さんで。うんえー、長野ユースタジアムのえー ホームスタいや違う、近江アルディージャが、えー、長野ユースタジアムが本拠地になった場合に、俺は松本のサポーターとして行きたくないっていうお父さんは、コメント欄でその思いをぶつけてください。なんで行きたくないのかっていう理由も含めて、はい、お待ちしてまおりますってことで、はい。追い出しますよ、もちろん。えー、長野、長野パルセーロさんには、 えー、きっちり柵に行っていただきたいなと思ってますんでまあ分かりやすく言えば左遷ですよね <laughs> J 陸左遷ですよまあ俺と同じかじゃあそういう意味ではでもおかしいでしょだってそりゃそうじゃないですかあの分かりやすく言えばあのー、賃貸賃貸をやっていてあの家賃滞納してる状況で何で居座ってんですかノーノーと。 長野さんがそんな筋通らないし、うん、だって入場料収入だってあの松本さんとのダービーなかったら3,000万円ちょっとしか稼げてないんですよふざけてますよこいつら、うん、そんなん柵に左遷したっていいでしょ、うん、いやもちろんね NTT グループさんに、うん、おね長野ユースタジアムと。 えー、オリンピックスタジアムとその体育館買ってもらえたらの話ですけどその可能性はゼロじゃなくなったわけですよ。えー、現実を帯びてきたわけですよ。だからそういう話聞いたっていいでしょ、うん。あだから分かりやすく言うと僕の今話してることっていうのは長野県サッカー天下3分の K なんですよいずれ誰かが統治するでしょ長野県の,のサッカークラブを。 だから北新は大、えー、江アルディージャさんが取って東新は、えー、分かりやすく言うと長野,長野パルセルさんが,が取って中心南新は、えー、松本山川さんが取ればいいんじゃないですかでその中で本当に力のあるものがあの統治すればいいって僕は思ってますそれが数年先になるかどうかよく分からんけどうん あまあ、パルセルのサポーターは、ムカつくでしょうね、僕に対して。何言ってんだ、こいつ。頭おかしいんじゃねえのお前らみたいにサッカーで狂ってる奴には、こっちも狂うしかねえんだよ。サッカー強靱者どもめ。狂ってやるよ、俺も。俺は本気だ。もう我慢ならねえ。散々我慢したし。うん。 そんななにいけないけですか長野パルセルロを柵に追いやるのが。まあ、まあ、そうなった場合もう自主廃業する可能性もあるけどねもし自主廃業しなかったら柵でも頑張ってやるっていう長野パルセルロさんやサポーターがガッツ見せてくれるんだったら、ね、長野パルセルロがいずれあのー、長野県の中であのー、長野県の中っていうより。 ちょっと違うな下からね這、はい上がれる雲の糸は垂らしてあげようかなとは思ってる俺は実は今年その人物を見つけたおそ、うん、らくこの人がい,らいれば長野パルセールを生まれ変われるんじゃないかなっていう人物まあ柵に移転したらあのパルセールの人に教えてあげるそれが誰かっていうの 多分みんな納得すると思う。その人物の名前聞いたら。うん。で、やっぱり気になるのが、やっぱ松本のお父さんの思考回路がいまいち読めないと。うん。それが、僕前にも言ったけど、お前勝手なことコマしゃっくれるなって怒り出すの、すぐ。コマしゃっくれてんじゃねえようん。これなんですよ。 文化なんだよサッカーの文,文化が何,だ何たるものか分かってない人が文化,な文化だってかざ、ね、あの振りかざすわけですよ。笑っちゃうんだけどでこの人たちがね読めないあの。わけの分かんないこう論理展開をしたりする人もやっぱ多いから。いやもちろんね普通の人がサッカーの知らない人がこれ聞いたら、ね、僕の話聞いたらこいつ。 お前だって狂ってるよって言うかもしんないけど、これはわざと狂ってんだよ。はっきり言うけど。狂わなきゃこの人たちと対等に渡り合えないんだよ。これは他のスポーツ村の人たちに言いたいんだけど、それぐらいサッカーの人たちって狂ってんだよ。何もかもが狂ってやがるぜみたいな。うん。そうなんですよ。だから、 あ僕本当にそれは知りたいんですよ松本のお父さんたちがもし近江アルディーチャーが長野に来た時どんな反応を示すのかなっていうの、うん、もうかたくなに拒絶反応を示すのかいや俺もうそういうやつらこそもうその侵略してくるようなやつはもう潰してんだっていうふうに意気込んでね来てくれればそれはそれで嬉しいしうん。元気あるからね無駄に。 なんだかんだ言ってコロナコロナを生き抜いたでしょこのお父さんたち、うん、しぶてえなとまあ頭からねあのー、ねこうラウ,ンドラ,ラウンドアップぶっかけてもこの人たち死なないですから絶対に、うん、あでも今死にそうになってんの <laughs> どうなんだろうね <laughs> 笑っちゃいいけないよね本人たちは真剣なんだからね。うん、えー、松本山川さんのサポーターね、えー、ちょっと緑にかけて全力で頑張ってくださいよ、えー、ということでね、えー、終わりにしたいと思います。はい、まあ今今のところ全力であの地獄労働だけど。 お前人の不幸喜んでるだろうとあのね人の不幸は蜜の味って言うでしょうよ、うん、俺が地獄に叩きを落としてやろうと思ったら、ね、まさか信濃毎日新聞さんがねこんな松本山鹿のサポーターに対してこうね絶望感を与えるような報道するなんて誰も思わないでしょう、うん、神田社長ありがとうございます、うん やっぱり僕神田社長好き大好きです<笑><笑><笑>、うん、まあちょっとね悪ふざけしちゃったかなはい今回は以上でございますいや喋ったね、えー、今回いかがだったでしょうか、えー、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします、えー、ご視聴ありがとうございます